はい、お疲れちゃんです。あゆかママです。今日もねセッションの振り返り動画を撮っていきたいと思います。ちょっと溜まってて前のになるんですけれども、熟成のセッションの振り返り動画を撮っていきたいと思います。その前にね、ちょっとママの右目がちょっと見苦しいことをお許しください。ちょっと内出血をしてるんですけれども、決して殴られたわけではございませんはい、ちょっと見苦しいまま失礼いたします。はい、ですね、今日のテーマは何回かもうやってるんですけど、ちょっとやっぱりね、なかなか一人ずつっていうところになってくるので、また同じことの繰り返しになってしまうかもしれないんですけれども、水の月を持ってる人の注意点っていうところですかね。はい、今回のセッションの子は魚座なんですけれども、魚座だけに関わらず水の月を持っている方、蟹座の月、サソリ座の月の方も比較的同じ傾向があるかなというふうに思いますし、トランジットで月に水が入る、水に月が入ると起きるようなエネルギーでもあるかなというふうに思います。まずですね、水の月、特に彼女の場合魚座の月で、しかも12ハウスっていうところになってくるので、本当にいろんなものをキャッチしやすい。で、それを無意識に、月をね、こう無意識に使ってしまったりとか、月をこう、なんて言うんだろうな、優位に立たせてしまったりすると、とにかくたくさんのものをキャッチしてしまうということになるんですね。そうすると、いい風にキャッチをすればね、例えば、よく言うんだけど、魚座の月の人とか、魚座を持ってる人とかが、レストランとかで働いてたりとか、サービス業で働いてたりすると、あ、今あの人あれが欲しいんだなみたいな、なんかすいませんって言ったすいませんの言葉で、あ、おしぼりですねとか、お水ですねとか、お箸ですねとかって何でも分かっちゃうぐらい、すごいエスパー能力なんだよね。でもそれはいい風に使えばそうなんだけど、悪い風に使うとやっぱりその人の、機嫌の悪さとか、その人の傷、悲しみ、憎しみ、辛さとか全部を引き受けてしまうようになってしまうんです。そうすると本当にちょっとその人が全く自分のせいじゃないのに機嫌が悪かったりすると、あ、機嫌が悪いっていうエネルギーをもらっちゃって、一緒にこう落ちちゃうような感じだったりとか、あ、なんか私が何かいけないのかなっていう風になってしまう。でね、不思議なもので、その本人が、例えば私が機嫌が悪いとするじゃない。で、ここに機嫌が悪い私がのそばにすごい機嫌のいい人がいるとするよね。そうすると、うんだよみたいな、こう全然エネルギー体が違うから、みたいにイライラすることはあるかもしれないんだけど、なんかこうどっちかというと私がこう機嫌が悪い私が離れていこうとするよね、その機嫌のいい人から。で、もしくはもういいやみたいな感じでいるうちに、この機嫌がいい人になんかつい引っ張られて、あはとか笑っちゃった、今笑っちゃったみたいな、なんかそれに引っ張られちゃうって機嫌が良くなっちゃうことってたくさんあるの。子供とか結構そうじゃない、なんかウィーってやってて、私がウィーウィーとかやってて、あ、じゃあいいよ、何々ちゃんそこにいていいよ、おばちゃん遊んでるから一人でとかやって遊んでると、僕も遊ぶみたいな感じで、結局こっちに引っ張られてきちゃう気がするの。だけど逆でね、私が機嫌が悪かったとするよね。そうするとこう上目遣いで、こうどうしたの、なんかあったみたいな感じで、なんかすっごい上目遣いでこう近寄ってきたりとか、誰かがとか、なんか一緒になってこう同じエネルギーを持ってくれたりすると、突然なんかねイライラするの。何なのみたいな、何なのみたいな、なんか倍増して自分がその人に投影しちゃったみたいで、それを見てるような気分になっちゃうわけ。自分が機嫌悪いのに、自分の機嫌の悪さを棚に上げて、なんであんたそんな、なんかブスッとした顔してんのとか、なんかその神器臭い顔してんのみたいな。なんでそんな神器臭い顔が私の前にいんのみたいな感じで、イラッとしてきちゃうの。それは自分を見てるからなの。で、自分がすっごいふてくされてたり、機嫌悪かったりしたのを鏡に見た時に感じる感情、なんだよみたいな感情を、その人を見て感じちゃうのね。で、水の人ってそれを、要はわかるかな、あの蟹座とかもそうなんだけど、ミラーリングで真似しちゃって映っちゃうの。だからそこにそれがあって、まるでそれを見てるかのようで、余計に腹が立って、何なの、どっか行ってみたいになったり、なんかあなた嫌いみたいになったりするの。すごい不思議なんだけどね。で、そういう風なことを感じるから、こう水の人ってそれをもらってそこにいることがすごい危険なのね。自分ももらってんのに、さらに相手をさらに機嫌を悪くさせることができてしまうの。不思議なことで。で、そうすると相手が
やっぱりね、マウンティングしてくるというか、自分の上に立とうとしてくることがよくあるので、非常に気をつけなきゃいけないんだよね。だから、まあ、水の人って本当に、すごい難しいんだけど、私も太陽水だし、水星も水だし、いっぱい火星も水だからよくわかるんだけど、相手のエネルギーをもらって、相手と同化したいっていうか、そういうエネルギーから分かり合いたいっていう気持ちすごくあるのね。だけど、意図的に分かり合おうとするならいいんだけど、無意識に分かり合おうとすると、あんたに何が分かんのってなってきちゃうわけ。だから、分からないよ。分からないけど、一緒にその場にいるよとかだったらまだしも、分かろうとしてるとか、まあ雰囲気を飲んじゃうみたいなことをすると、やっぱり相手にとっても不快な気持ちをさせてしまうんだよね。で、何をしたらいいかっていうと、でそのエネルギーをその人が機嫌が良くなってもそのまま引っ張って持って帰っちゃう。だからその人とじゃあねって別れても、そのまんまその人の負のエネルギーを持って家に持って帰ってきちゃう。それで悶々としちゃうみたいなことがよくあるんです。そうすると今度その人に会うのが怖くなっちゃったり、なんだろう、重荷になっちゃったり、次に会いに行くときにこう最初の一歩が踏み出せなかったりするんだよね。だからそれでなんか、私対人関係苦手なんですとか、一人がいいんですっていう風になりがちで、特に12ハウスの月っていうのはそもそも一人でいることが向いてるし、あんまり多くの人と関わらない方が良かったりするのね。でも、まあ、それが身内の人間だったら関わらざるを得ないし、その度になんか嫌な思いをしてる自分にまた気づいて嫌な思いをするっていう、その何回もそれをこう、なんていうのかな、こう一回で済まないで、そのことでまた何回も傷ついてしまうみたいなことがよくあるんですね。だから私が風の時代の時に、まあ、グレードコンジャンクションの動画でも言ったように、相手の言葉尻を受け取る、言葉だけを受け取って解釈する練習と、相手が機嫌が悪い時に、その相手の機嫌が悪いのは相手の責任だった、私の責任じゃないっていう風にしてこう切る、まあ、水の人にすごくしんどいと思うんだけど、切るエネルギーね、関係がないっていう風にして切るエネルギーで、自分は自分の軸を保って自分軸でそこにいるということの練習だよね。それがすごく必要なんじゃないかなっていう風に思います。で、とにかくその自分が相手に対してちょっとでもこう、あ、怖いとか、あ、会うの嫌だっていう、本当にちょっとしたこの気持ちの固い場所だよね。まあ前にも私何度も言ってる、そのこう、ステートの、なんて言ったらいいのかな、こうパートのこう傷ついてる感じとか、怖がってる感じとか、怯えてる感じとかを、やっぱり何度も何度も自分一人でそこを改善していくような、訓練をしていかないと、なかなかその人の前にヤッホーって普通にフラットに立てなくなってしまうじゃないかなっていうふうに思います。あとはまあ、これも前に言ったけど、そのポジションチェンジって言って、相手にポジションを変えてみて、自分じゃない第三のポジションから相手を見てみるとか、相手のポジションに入ってみるとか、自分から相手に言いたいことを言ってみるとかっていうね、その架空でね、エアーでやってみて、相手とのそのいざ、なんていうのかな、こう、いざこざって、リアルないざこざじゃなくて、心のいざこざね、こう、しがらみ、こう、緊張感とか、硬さとか、意外がさとか、そういうものをほぐして、会う前には必ずほぐしてって、できるだけフラットな状態にしてから、ヤッホーっていうふうに、ちょっと無理してでもやってみる、でそれを本当にもらわないようにプロテクトする訓練だったりとか、そういうものがすごく重要じゃないかなっていうふうに思います。私ももう何回も何回もこういうのは練習してるし、特に私の場合は、まあ、友達とか恋人関係の中でちょっとでもこう自分が相手により下に行ってしまった時だよね、それが続いてしまうと本当にしんどくなるので、対等に対等になるっていう、そのこうエネルギーワークっていうのはよくしてました。で、相手が下手に出てきた場合は、あ、相手が下に出てるなっていうところで、上にマウント取りたくなるものをグッと押さえて、フラットにフラットにっていうような、そういう練習を心がけてきました。それはやっぱ客観性がすごく重要かなと思うので、とにかく無意識で過ごさないっていうことが非常に重要で、相手と過ごす、相手のことを考えた時にどの辺が痛いかな、どの辺が怖いかな、どの辺が硬いかなみたいなことを感じてみる、そしてそこをほぐす練習、それから相手とのしっかりプロテクトをとって、相手の気持ち、エネルギー
をもらわないという練習、こういうのを心がけてもらうと、どんなに兄弟の関係性の中でも、必ず改善していくと思います。でそれを抱えたまま会うと溝がどんどん深くなるので、もう会いたくないっていうことが強くなってしまうので、できるだけ一人で改善する方法を考えて、それからフラットにしてから会いに行くっていうのを心がけてみてください。ということで、お役に立ったら嬉しいです。ありがとう。